シルエロ・カブラル、本名グスターボ・ボカブラルはアルゼンチンのファンタジーイラストレーターである。特にドラゴンを得意とする。シルエロはブエノスアイレスに生まれた。先天的に色覚異常があったが、それをものともせず13歳でフェルナンド・ファデル美術学校に入学し正式に勉強を始めた。18歳でグラフィック広告会社でイラストレーターとして働き始め、すぐに 漫画の表紙を担当するようになる。1987年にスペインのバルセロナへ転居し、ファンタジーを専門とする出版社、チム・マシュでファンタジー書の表紙や挿絵を描いた。カブラルは活動範囲を広げ、アメリカ合衆国、ドイツ、スペインを含む世界中の企業で仕事をするようになる。ジョージ・ルーカスの三部作、クローニクルズ・オブ・ザ・シャドウ王の表紙を手掛け、 スティーブ・バイのザ・セブンス・ソングなどの CD ジャケットや、プレイボーイ、ヘビーメタル・マガジンなどの雑誌表紙なども担当した。マジック・ザ・ギャザリングのカード・イラストでもカブラルの作品を見ることができる。シルエロ・カブラルは主にアクリル絵の具というを用いるが、他にも数々の技法を駆使し、その中には彼独特の技法、命名である、岩に描く、ペトラピクトスも含まれる。 ザ・ブック・オブ・ザ・ドラゴン、セルウェイロ、ルス、ザ・アート・オブ・セルウェイロ、マギア、ザ・セルウェイロスケッチブックの四冊の画集がある。フランクフルトブックフェアでイラストを描きサインをする、シルエロ。ありがとうございます。